ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのしおりです。今回お届けするテーマはこちら、オーマイゴー。スバル社がフルパワーで斜面を駆け上がる姿に外国人たちが衝撃。日本の自動車メーカースバル、実は海外ではその凄まじいスバル社のパワーを紹介した動画がたくさん投稿されているのですが、どの動画でもスバル社は思わず目を疑うような信じられないことをやっちゃっているのです。それでは早速行ってみましょう。ある動画が世界中で大きな話題になりました。舞台はアメリカ、カリフォルニア州のシルバーレイク。アメリカ中の改造車が集結し、急斜面の砂丘を登るイベントが開催されたのです。大金をかけた改造車もこの手強い坂を登りきることができない中、楽々と、しかも何度も登りきった自動車があったのです。その自動車はスタート後一気に加速すると、急斜面に差し掛かってもスピードが落ちることも立ち止まることもなく、見事に頂上まで疾走。いや、この自動車とんでもない性能じゃないですか。皆さん、どんな自動車だと思われましたか？莫大な金をかけたものすごい改造した車だと思われたのではないでしょうか。ところが、なんとこの自動車一切改造していない、しかも1990年代の古いタイプの車種なのです。その車の名前は日本車、スバルのフォレスター。そうです、並み居る自慢の改造車が脱落する中、ノーマルでしかも古いスバル車がやってのけたのです。この驚異的なパワーを見せつけられた改造車の所有者たちは愕然としてしまい、涙目になってしまったのだとか。そしてスバル車が砂丘のてっぺんまで登りきるのを見ていた観客も、はっはっは、オーマイガーと声を張り上げ、興奮マックスに。もちろんこの動画には世界中から称賛のコメントがたくさん寄せられました。スバルブランドプラス軽量車プラス四輪駆動だぜ。この車が丘を登りきったのも納得だよ。普通の深さの雪や砂、氷ではスバル車は止められない。これって初代フォレスターだよね。スバル車すごすぎだろう。皆さん、スバル車の性能に惚れ惚れしているのがよくわかりますよね。実はアメリカでは他にもスバル車の動画がたくさん投稿されています。お次の動画はさらに衝撃的なもの。アメリカのスバル愛好家がとんでもない実験をしたのです。車種はかつて生産されていたスバルレオーネ。レオーネはまず自然にできたと思われる大きな穴に突入しました。まさに自動車版落とし穴で、どう見ても自力では脱出が不可能と思われるような穴です。先ほどの砂丘よりもさらに急斜面というか、ほとんど直角。車がすっぽり穴に埋まっている状態から、エンジンフルパワーで脱出チャレンジスタート。ほぼ車が立っちゃっている異常な光景。さすがのスバル車も苦戦し、ひっくり返りそうになることも。そして何度も何度もトライして、なんとついにほぼ垂直な壁を登り切ってしまったのです。いや、どう見ても不可能に見えたこの脱出劇、スバル車恐るべしですよね。この驚愕の性能を目の当たりにしたネットユーザーからは歓喜の声が寄せられました。他の人も言ってるけど、僕も絶対に成功しないと思っていたよ。スバル車のパワーはやばいな。動画を見たうちの娘が、あんなことやっちゃダメと怒っていたよ。スバル車の馬力に脱帽だ。俺のスバルは40万キロ走っているが、まだバリバリの現役さ。さすがはスバル。次に買うときは絶対にスバル車にする。木にも登れるんじゃないか。スバル車にしかない何かがあるように思えるんだよな。海外の方々もスバル車のパワーと馬力を称賛していますね。次にご紹介するのは、なんとスバル車がアメリカの警察を驚愕させた動画です。あるアメリカの街でパトカーが大雪で動けなくなっていました。そこに颯爽とやってきたスバル車が
ロープでパトカーを牽引するのですが、その圧倒的なパワーでやすやすとパトカーを雪の中から脱出させたのです。見事に警察の窮地を救ったってわけですね。この恐るべき馬力を見た動画の撮影者も思わず、オーマイガーの一言。この動画は Facebook で公開されたのですが、なんと4万件を超えるシェアがされ、コメントも多数寄せられました。中にはパトカーをすべてスバル車にすればよいなんて意見もあり、海外でいかにスバル車が高い評価を得ているかよくわかりますよね。そうそう、警察を助けたんだから、このスバル車のドライバーはもう違反チケットを切られないだろうな、なんてユーモラスな投稿もありました。こんな動画はまだまだたくさんあります。同じくアメリカの雪道でスバル車が牽引する動画なのですが、なんと今度はトラックを引っ張って救出したのです。あの小さな車体でトラックを引っ張るなんて、スバル車のパワーはすごいと海外ユーザーからは称賛のコメントがたくさん寄せられているのです。実はスバル車自身もとんでもない動画を公式 YouTube チャンネルに公開。なんと1928年にスイスの冬季オリンピックで使われたボブスレーコースをスバル WRX-STI がアタックしているのです。ものすごいスピードで壁を激走するわ、左右の雪の壁にぶち当たりまくるわと、まるでミニ四駆のような走り。優れたパワーと走行安定性がないとできない芸当です。この動画を見た海外ユーザーはもう驚愕を通り越して、一体どこ走ってるんだと突っ込みまくり、このように海外から大絶賛されているスバル車の性能。一体なぜスバル車はあれほど驚異的なパワーを持っているのでしょうか。実はスバルには他社が真似できない驚愕の技術力があるのです。ただ大手自動車メーカーといえば、日本ではトヨタやホンダ、日産などが有名ですよね。アメリカにもゼネラルモーターズやフォードなど世界的な自動車メーカーがあります。ヨーロッパにだってフォルクスワーゲンやダイムラーなど誰もが知る大企業がありますし、売上高で見ればスバルはこれら大手メーカーに比べて決して高いとは言えません。2019年の販売台数ランキングでもスバルは日本国内では6位、世界でも18位に過ぎないのです。そんなトップメーカーでもないスバルが優れた技術力を保有しているとはどういうことでしょうか。実はその背景にはスバルの歴史があります。スバルは1917年、なんと大正6年創業で、当時海軍大尉であった中島竹平が中島飛行機研究所として創業したのが始まり、あのトヨタ自動車の起源が1933年ということからも、スバルが相当な老舗企業というのが分かりますよね。中島飛行機研究所では主に陸軍海軍の航空機エンジンの開発が行われ、あの有名な軍用機ゼロ戦などに搭載されたエンジンを作っていたのです。そうなのです、スバルの優れた技術力は戦前からの確固たる実績がベースとなっていたわけなんですね。確かにそんな歴史的背景が分かれば、スバルが大手自動車メーカーに負けない技術力を持っているのも頷けるのではないでしょうか。ではその技術力について具体的に見ていきましょう。その秘密はスバルのこだわりと言われる水平対向エンジンとシンメトリカル AWD にあります。水平対向エンジンとは、エンジンのシリンダーが水平に寝ており、それが左右一対で向かい合う形式のこと。シリンダーが寝ていることがポイントで、こうすることにより重いエンジンの位置を低くできるので、全体の重心が下がり走行の安定性が増すってわけですね。水平対向エンジンを採用しているのは日本車ではスバルだけで、なんと世界でもスバルとポルシェだけと言われています。そしてもう一つのシンメトリカル AWD。 シンメトリカルは左右対称という意味で、 AWD は前輪駆動、つまり乗用車で言えば四輪駆動、つまり左右対称な四駆という意味になりますが、エンジンで発生した回転エネルギーを
タイヤに伝える装置が一直線に左右対称に並んでいるということです。このことにより四輪全体にバランスよく負荷がかかり、タイヤの駆動が安定するため、どのような悪路でも安定してパワフルに走ることができるってことですね。スバルはこのような独自の優れた技術を持っているので、日本に比べて整備されていない道路が多くて、大雪に見舞われるような海外の国で高く評価されているのです。実際、スバル車は海外、特にアメリカでよく売れており、2020年1から3月の3ヶ月間で、スバル車はアメリカで13万591台売れているのに対して、日本では3万992台と、なんと4倍以上の開きが。また、販売台数の伸び率で見ても、この6年間で日本では 0.5 倍なのに対して、アメリカでは 3.9 倍の伸び。実にスバルの世界販売の 70% を北米が占める状態なのです。そして2019年2月には北米で最も信頼性のあるメディアコンシューマーレポート自動車編で、スバル社は並み居る大手自動車メーカーを差し置いてトップリコメンド、つまり最もおすすめする自動車に選ばれるという快挙を成し遂げました。2020年にはスバルのほとんどの車種が新車から5年後に最も高い価値を持つというベストリセールアワードを受賞するなど、スバルの北米での人気は凄まじいことになっているのです。ではなぜスバル車はここまで北米で売れているのでしょうか。もちろん先ほど見てきた通り、水平対向エンジンとシンメトリカル AWD に代表される高い技術力が評価されているのが一番の理由です。他には北米の国の民族性もあるのだとか。アメリカやカナダはいわゆる自由の国なので、良いものは受け入れるという風土があります。日本やヨーロッパほど凝り固まった自動車ブランド意識がなく、他国のメーカーであっても性能が良くて信頼性があれば認めるという文化ってことでしょう。自動車社会の北米でこれだけ評価されているのですから、日本人としてこんな嬉しいことはないですよね。急な坂道や雪道などの悪路も楽々と踏破するスバル車の異次元のパワー、これも日本の誇れる技術力の一つと言えるのではないでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。